今回の動画は、先日開催されたカリノアクアハイでの対戦になります。対戦相手はメンソンさんです。よろしくお願いします。大会のルール全貌は概要欄のリンクから確認できますが、少しだけ触れておくと、この大会のコンセプトは一気一番です。実況は前のをベースにした FF 予選、帝国をベースにした FF 全国、ゼウスのエゴレカを選んで、全てのキャラが必殺技を引き縛りで戦います。トップ少しで決まるには、大体技を決めた場合、30%として扱う、というものです。ゼウスに大体技はないので、事実上の判定となります。昨日、この試合ではエンブレムを設定に従いました。対戦申し訳ございません。ユニフォームは収録されているゼウスウェアで本来ことがいるのですが、フォームの白色がアウェイとかぶりやすいくらい、これ以降では機能重視でユニを変えたことを謝罪します。ゼウスのアポロンスカウスはすぐにではダッシュストームを習得しており、非常に万能な性能を誇ります。彼らに加え、もともと攻守に優れたアブナ、兵力をどれだけ使いこなせるかで3点の差を埋められるかが決まります。この世代ではダッシュストームやさばきの設定すらも、ミラーを除けばほぼ無敵であり、効果として機能しています。その一方で、技の世代のプロであるテミス、アレクはブロック技を使用できず、弱点を見せて抱えており、それを担う活躍が求められます。全国側の合体シュートはデクドンが存在します。前半時点では、ポセイドン相手に同年で互角、昨の時点で3割弱と少々分が悪いです。同年は万能キャラであり、全国総評といっても過言ではありません。シュートで回転、ドリブルでルフィスを全破壊、キラースライドで妨害と吹き溜めるです。キリンはゼウス相手では本来外を突破することはできませんが、スピード利用で難易度範囲のキャラが多く、崩す隙は十分にあります。裁きの鉄槌、行きますよ。今だ、ヘブンズタイス。うわー、最初に突破した。止めろ。はぁ、おっと、これはオフサイドです。さあ、フリーキックで試合再開です。太陽に我に力を。行くよ。止めろ。はぁ、行くぜ行くぜ行くぜ、両者ともにこまゆくなさい。止めろ、行った、行くぜ、止めろ、行くぜ、キーパー止めた、行くぜ、行くぜ、デスの弦の壁の利点である変速強ジャンプを使って止めたくますが、惜しくも防がれてしまいます。リングカット、やめろ。よくよくキラーのヒーローダウンがないため、確定で失点することになります。こればかりはどうしようもありません。行くぜ、止めろ、止めろ、行くぜ、やっゴール、先制点が決まった。これぞ伊賀島流忍法。さあ、キックオフで試合再開です。行くぜ、止めろ、今だ、キラースライド、止めろ、行くぜ、止めろ、止めろ、邪魔だ、マイル、はぁ、弾道、任せろ、ロスタイムで、止めろ、任せろ、
行きますよ。止めろ。はっ、行くよ。行くぜ。イエーイ。行くぜ。止めろ。止めた。ここで前半終了のホイッスル。ゼウスはコマンド面においては圧倒的に有利であるため、ボディアガードの補正はそこまで重要ではありません。これは普段の試合とは違う点です。合体シュートによる3点ルールの存在から、キャッチの重要性が高まります。さらに、このキャラプールでは鈍速キャラが多く、スピード補正の意味もあります。特に、スピードはノームで差が出ないのですが、補正にで UP するという点により A のキャラが重宝されるなど、極めて珍しい現象が発生していました。ゼウスではアレスがキャッチ4、FS がボディにスピード2と非常に都合の良い補正を持っているので、これにしました。なお、アポロンでスピードキャッチに振り分けるタクもあります。11人しかいませんが、補正はヘルメスディオも含めつぶぞろいです。さあ、後半戦、始まりました。行くぜ。今日は今だ。いい試合ですね。スプリング発動。行くぜ。行くよ。止めろ。行くぜ。行くぜ。行くぞ。ダッシュストーム。ここは真ん中に突破した。止めろ。行くぜ。行くぜ。行くぞ。今日は実にいい試合ですね。マイル。弾道。これは止められない。行くぜ。デスゾーン。なんかいいシュートだ。さばきのこれは止められない。止めてみせる。ギガントゴール。キーザー止めた。大地が味方してくれ。行きますよ。行くぜ。白熱しています。甘い。今だ。はあ。ヘブンズタイム。
ありがとうございました。この日の試合はもう1本投稿する予定です。